写真拡大大晦日恒例の第70回 NHK 紅白歌合戦午7時15分11 45総合ほかの出場歌手が14日同局で発表され、会見後には制作統括の加藤秀明チーフプルギョーサーが選考ポイントなどう語った。紅白特集出場者1、ランキスマイ、菅田将暉、飛行坂46らが初出場。出場歌手は紅組21組、白組20組の計41組で初出場は、白組はキスマイ FT にジェネレーションズフロムエグザイルトライブ、オフィシャルヒゲ男ディズム、菅田将暉、キングニュの5組、赤組は飛行坂46、風林、リサの3組の計8組となった。白組出場歌手が1組少ないことから記者の質問が集中。初出場組の菅田、風鈴の楽曲プロデュースを手掛けた米津玄師の名前が出場者リストになかったことから出演交渉しているのかを聞かれたか、富士 CP は現時点でこのリストに載っていないアーティストの具体的な候補賞の内容は控えさせていただきたいと説明した。昨年紅白に初出場したベーツは、故郷徳島県鳴門市にある大塚国際美術館内のシスティーナホールかラ中継で代表曲レモンを熱唱、テレビ歌唱自体が初めてだったことから大反響を呼んだ。加藤 CP は、去年あれだけインパクトのあるシーンを残していただいたので、皆さんの期待がより高まれば出演交渉することがあるかもしれません。とほのめかしつつ、現時点では個別のアーティストについての回答は控えさせてくださいと言葉を濁した。それでも記者の追及は止まらず、どこか美術館を抑えたりしてないですかの質問には笑いが起こった。加藤 CP は、実は去年ベーズさんとの交渉に関わっていたので、徳島に何度も足を運んで美術館を抑えたのが去年の今頃でしたと、の裏話も飛び出した。